月夜の風に蝕まれ、咳をとどまる暇もなく終わり逃れて人生の裏から吉子さんや、今日もまた墓参に見えられたか。お奇特なことじゃ。あ、お上人様、墓参というよりも私は無駄と知りながらも亡くなった父に悩みや悲しみを聞いてもらいたいのか。いや、無理はない。あんたの親じゃが弁蔵さんは村一番のいい人じゃった。わしが坊主で弁蔵さんは漁師と商売違いでありながらまるで兄弟のように仲が良かったわしたちじゃった。ああ、よしこさん、心配事があったらわしに話してみなさらんか。はい、ありがとうございます。弁蔵さんが生きていた頃話に聞いたが、あんたのご亭主の矢野さんという人は人の罪をかぶって外国へ行ったとか。いまだに行方はわからんのか。はい、自分から進んで社長さんの殺人の身代わりを引き受けたのです。そんなバカな、いくらなんでも殺人罪の身代わりを。いいえ、夫にすれば子供の頃から口にも尽くせないほどのお世話になった社長さんのためには、たとえしばらくの間妻子を泣かせても仕方がない、こらえてくれと申しまして。なるほどの、世の中に義理ほどつらいものはないが、しかし連れ添う妻や何にも知らん子供たちはかわいそうじゃ。はい、でも子供たちも私も夫を信じております。夫の無実はどうやって誰が証明
できようか。五つと七つの子を抱え、もう東京にもいられずに国へ帰ればただ一人、頼る父にも死なれてはこれからあの人の帰りを待って生きようか。言葉の濡れる革命の哀れ一つ気の毒にの。その上人の噂では網元の渡辺があんたを狙っていると聞いたが、なぜ東京へは戻らんのじゃ。弁蔵さんが亡くなってはもうここにいても仕方があるまい。それとも何ぞ他に事情が。いいえ、別に。それどころか私さえ村へ戻ってこなかったら、あの年寄りの父が無理をして寮にも出なかったろうと、それが悔やまれて泣けて泣けてなりません。いやいや、それもこれも運命じゃ。それよりも村にいて、もし間違いでも起きては大変じゃ。ああ、そうか。よしこさんや、あんたまだわしに隠していなさるじゃろう。さっきも言った通り、わしと弁蔵さんは大の仲良し。その人の娘なら他人とは思えん。言いなされ。失礼じゃが、金がないのと違うか。担当はないが、少しぐらいならわしにもあるで。遠慮せずに言ってみなされ。お嬢人様、そうかそうか、気のつかんことじゃった。さあ、わずかじゃな、これを持っていきなされや。いいえ、そんなことをしていただきましては、それにいつお返しできますやら。バカなことを言わんもんじゃ。こんな金を誰が返してもらう気でいるものか。ああ、そうじゃ、もしそれが気になるんなら、ご亭主が生きて帰ってきて、あんたも子供たちもみんなが幸せになれた時、その時ここへ訪ねてきなされ。それでいいのじゃ。仏は人を救うもの。あ、お分かりか。はい、ありがとうございます。それよりもよしこさんや、決心がついたらすぐ今夜にも立つがいい。あんたがいなくなってもきっと墓守りはわしがする。はい、子供たちも心配して待っていよう。お、もう日が暮れる。はよ帰りなされ。はい、お上人様、ご恩は、ご恩は一生忘れません。
お母様、今夜のうちに僕たち東京へ帰るんだね。二人ともそんな大きな声出しちゃダメよ。誰か来ると困るでしょ。うん、あたい静かにする。だけどお母様、これ一緒に包むんでしょ。あ、誰か来た。静かにして。おお、立ったか。わしじゃ、坊主じゃ。まあ、お上人様。おお、まだいなさったか。いやいや、暗いままで結構。何しろ網元のことが心配での。ところで支度は。はい、いざ行くとなりますとやっぱり荷物が。いや、そんなに持っては途中が大変。居所が決まったら後からでもわしが送って死んでる。邪魔者の小口に身軽でな。はい、でもそれではあまり。余計なことは言わんもの。話はみちみちでもできるんじゃ。さあ、荷物はこっちへ。順坊も空き坊も大丈夫か。はい。まあ、お上人様にこんなに荷物を持たせてしまいまして。いやいや、心配さっしゃるな。それよりも実は今夜、渡辺のやつがよしこさんの家へ行くと漁師どもに話していたと聞いて、わしはもう気が気じゃなかった。まあ、それではやっぱり。バカなやつらじゃ。狼のように何をするかわからん。子供たち大丈夫か。
大丈夫です。あたいも大丈夫。その元気なら心配ない。さあ、ここまで来れば大丈夫。この道をまっすぐ行けば停車場。よしこさんや、子供を大事にな。ええか。はい。何から何まで、お世話になりまして。さ、純一、あきこや。はい。ご承認様、ありがとう。さようなら。さようなら。
美しく生まれたことがよし子を不幸にするのだろうか。恩人の罪を身に背負って夫の矢野明が行方不明になってからもうやがて一年になろうという頃、秋の半ばに千葉の故郷の村を出て再び東京へ戻ってきた母と子に、いかなる運命の道が開かれていくのであろうか。ここは下屋の車坂に近いある病院の一室であった。ねえお千代さん、お願いだから僕にだけは聞かせてよ。この頃ちっとも帰ってこないから僕とても心配なんだ。ねえお母様はどんなところへお勤めに行ってるの？坊ちゃん、堪忍してくださいね。坊ちゃん、坊ちゃんも覚えてらっしゃる通り、千代は以前坊ちゃんのお屋敷の女中でした。お気の毒に御災難続きの奥様が私のような者の家を訪ねてきてくだすって、一緒に住むようになってからやれやれご恩返しができると私たちも喜んでおりましたのに、思いがけない秋子お嬢ちゃまのご病気と私までがこの通りの病気で二人が一緒に入院をするような始末。坊ちゃん、堪忍してくださいましね。ねえどうしたのよお千代さん。坊ちゃん、奥様は下屋の池の畑というところで芸者になって働いているんです。それを止めることもできない私をどうぞ堪忍してくださいまし。お母様が芸者？芸者って何なの？それがね坊ちゃん、やっぱり私の口からは申せません。僕池の畑行ってくる。あ、待ってくださいまし坊ちゃん。雲高から歩みさせば、そんなところに立つんじゃねえ。何をキョロキョロしてるんだ。
子供の来るとこじゃねえんだよ。僕、お母様を探しているの。じゃあ、何やねえ。そんなものがいるはずがねえじゃねえか。さあさあ、向こう行って。立派な待ち合いの門口から嫌がる芸者と酔いどれを乗せて、今、自動車が出ようとしていた。早く自動車を出せ。何だその子供は。早く向こうへ連れて行け。お母さん、お母さん。あきれが言った強情な子供だ。おとなしく言うことを聞きゃこんな目に遭わねえのに。ほらほら、みぞれが降ってきた。起きるんだよ。おじさんたち、僕のお母様どこへやったんです。そんなことを俺たちが知るもんか。あれは芸者とお客様だよ。おじさん、それじゃあの自動車は。まだ追っかけるつもりかい。強情だなおめえは。あの自動車は東京駅行くんだ。それから先は向こう行って聞きな。東京駅、東京駅ですね。僕どこへでも行って聞きます。子供も心のの頬に降りしきる夜の目の冷たからどのぐらいの時間をどこをどうして歩いたか、それは純一自身でさえわからなかった。ただ母親に会いたさの一心で、頭から足のつま先までぐっしょり濡れた純一はようやく東京駅の乗車口へ着いた。しかし、もとよりそこに母の姿があろうはずはない。30分、1時間、そしてもうやがて午前1時にもなろうとする。あのおじさんはやっぱり僕を騙したのか。ようやくそれに気がついても、もう純一は車坂のお千代の家にも病院にも戻っていく元気もなくなっていた。あまりにも残酷な神の試練、いつまでどこまで泣いていなければならない母と子か。ちょうどその時、大きなカバンを下げた立派な紳士が
泣いている少年のそばへ歩み寄って、なぜか不思議そうにその顔を覗き込んだ。おお、純一、お前は、お前は純一じゃないか。え、お父様、お父様だ。僕会いたかったよ。どうしたというんだ。その惨めな格好といい、頭から足の先までがくっしょり濡れて、しかも今頃誰を探しているんだね。僕ね、お母様を探しに来たの。きっと東京駅行くだろうって僕聞いたんだよ。わからない。わずか一年の間にこうも変わってしまうものか。しかし放浪の旅を終えて、ようやく日本のこの東京へ帰ってすぐにお前に会えるというのは神様のおかげだ。さあ、早く早く話を聞かせておくれ。うん、僕もね、いっぱい話があるよ。すでに時計は2時近く。人影絶えた東京駅、ちょうどその時息せき切って待合室へ飛び込んできた男女の姿。純一や、純一、やっぱりここにいてくれたのね。あ、お母様、お父様もいるよ。よしか、僕だよ。あなた、長い間苦労かけてすまなかった。しびれの口で社長の亡くなった知らせも聞いたよ。僕としては残念だが、男の役目は済んだと思う。どんな裁きを受けるにしよう、今度こそ本当のことを言うために僕はたった今帰ってきた。お話の途中失礼ですが、よしこさんのご主人とお見受けいたします。恥ずかしながら年がいもなく、ただの売り物買い物とよしこさんを追い回して土壇場で夢を覚ましてもらいました。この人の大切な心を聞いて子供さんにお詫びをしようとご家へ参りましたが、ますます立派なお話を聞いて自分の浅ましさが恥ずかしくなりました。あなたの奥さんは立派な人だ。どうぞ永久にお幸せに。さようなら、さようなら。宵も一時に染め果てて潮然として消えてゆく。
く。駅の広場の暗がりにまた新しい人生の朝の光が訪れて親子を包む旭風長い嵐に耐えてきた。ひとつま椿に美しく今の希望の日が昇る今の希望日が昇る。